私とエンジンルームに停電中でクリスすれ違ったの誰ですか？多分停電中にすれ違った。多分俺だと思いますよ、それ。あ、黒川は無理だな、じゃあ。で、その後、多分俺じゃないかな。すれ違ってます、ね。クローム、僕じゃね？あ、僕が。めっちゃいる。これ。ピピキピキピピピピピ。もらおう。任務完了しました。ナイスボタン。ありがとうございます。ナイスボタン。ナイス。もう1戦目はこれだけでもいいかなと僕。働いた。働きました。おしまい。働いたな。じゃあもう役目は終わりだ。投票。お。あーやめて。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ見送ります。はい。待っててください。墓場の方で。はい。いただきます。お疲れ様です。いや、さすがに。お、あ、優しい。さすがに大丈夫やった。優しいな、みんな優しいな。もうちょい厳しく当たった方がいいんじゃない？やっぱ夏目じゃないからな。夏目だったら入れてたけど。おい、キッチンない。貨物もないのか。よいしょ。紫もう今30秒ぐらいかな。紫俺のもんだ。アバよ。はい。ナイス。おお、ナイスボタンキル。これはでけ。管理ボタンだ。すげえ。結構出会った。7人くらい出会ったかな。うん。6か。6だ。じゃあお疲れ様です。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。これなんか本当に釣れたりするからな、まれに。自投票。誰が入れたんだ。自投票。異端児すぎだな、それは。自投票は。お前は黒川。さすがギフの異端児。さすが。メインホールめっちゃあるな、メインホール。ちょっとこの終わったらこの配線の順番を知りたいな。そんなに汚れてるのかね、君は。えい。あ、ここ弁当の真横にあんだな、これ。お、ゴミ来たね、珍しいね。直り、ダウンロードだね、ここね。白。いや、これボタンが出るよ。キルしたくてもできてるな。直した人はカキさん？違います。違います。俺じゃないです。誰かが離れたところから直しました。どういうこと？そんなに。あー、分かった。あれだろう、隠し色になって死にたくないんでしょ。あ、俺そんな高度な嘘をつくわけがない。え、ほんとに？え、でも行ったら黄色がありますけど。拡散以外みんな離れたよね。え、うん、なにこれ、バグ？嘘つき。いや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 、何の嘘よ、何の嘘よ。何の嘘、これ嘘つく意味ないよ、俺。優しい嘘。優しい嘘きた。あれだ、死にたくないんだ。このゲームで嘘つく人ってインポスターって知ってました？うん。いや、でも近くに投票だけど、近くにおったの誰やったっけ？夏目先生と咲夜さんじゃなかった？あ、そうです、そうです。うんうん、そうです。僕も中まで入って、あ、いっぺいるわっつって帰った。え、なんやろう。え、でも夏目は開けてないよ。あの、コミサボ自体を、うん、こう、あ、
でも柿さんしか触ってないと思いますけど、あ、実は僕です、直したの。お、僕が遠隔で直しました。はい、嘘です。絶対に嘘です。いやいや、僕が直しました。僕が。嘘つきしかいない。一番離れてる。じゃあインポスターばっかや。僕メインホールにいたんですけど、そこで直しました。見てました、俺それ。どこかで直しました。部屋の中、はい、部屋の中で直してたのちょっと見ました。あ、僕はエンジンルーム上で直してたかもな。うまいね。それ深いな。深い。どういうこと？まだ夏目先生。みんなが話したいかなって思って。話したくないよ。夏目先生の漫談のコーナー。いいよ。夏目先生漫談コーナー。あー、終わっちゃった。なんだ。1票入るんだ。ちょっと投票かな。そうだよ。てて。あれは違うよ。てて。エンジンルーム。メインホールは終わって。判定が厳しい。メインホールとアーカイブかな、あとは。メインホール。メインホール。シュッ。これ連打でいけんだよな、これも。取り出す作業必要なさそうなんだよね。入り組んどる。入り組んでおられる。はい。はい。はい。紫。あ、紫か。逃げよう。けどもうキルクル溜まってそうだけどな。おい、この村には塩しかいねえのか。おいおい、インポスターだっていねえんじゃねえか。とんでもねえな。とんでもねえ。とんでもねえスキップよ。なんか別に見たとかじゃないですから、先生は。別にただのボタン。いや楽しかったね、オラフくん。いやもう本当怖かった。なんかバタバタしてた人いたよね。いや死にたくないからずっとはしごで。やべえ。行きたいなって思いながら手で直した。はしごの音だけ聞こえてたわ。オラフくんと、オラフくんインポスターと思うな。オラフくんと、ダメだろうな。カキさんでも直したんでしょ。オラフくんカキさんっぽいなかなと思ったんだけど。誰に無限と入れへん。オラフくんインポスターと見た。音声が終わった後僕は何言っただろうと言っている。あ、はい、あー、こんにちはが、オラフくん、あら、オラフくんね、貨物の方行ってました。はい、あ、最初はシャワーで見てます。その後多分アーカイブ行って、ラウンジ行って、で、ラウンジのあの左のビリヤード場ぐらいですれ違ったんで、多分貨物室とかに行きます。手で直した方は？はい。あ、夏美です。あ、直してますね。昇降機、見ですね。夏美先生無理だと思います。初手、アーカイブ脇で昨夜さんいたかな、確か。あ、そうですね。そこからサバーテストを助けてました。あ、僕も下行って、初手下行って、そのままメインホールまで抜けてったけど、他にいなかったっけ、拓也さん。なんか もう一人ぐらいいたと思うんだけど。え、メインホール脇？アーカイブ。アーカイブ。アーカイブ僕です。ああ、センターか。はい。で、すぐ右行きました。うん。で、ちょっと柿も無理ですね。柿屋は貨物室脇で、ラウンジでセンターさんとすれ違ったんで。ん？センターはアーカイブから湧いて、貨物室にいるオラフ君をいつ見たの？ラウンジですれ違いました。ラウンジすれ違って、僕はラウンジトイレ行って、で、アーカイブの方に戻ってる時にオラフ君とすれ違い、そのまま昇降機に行きました。アーカイブ、ラウンジ、アーカイブってことか。そうです。え、それ何秒くらい前ですか？ちなみにボタンを押す。停電になるちょっと前です。あー、OK です。5秒前くらい。
私とエンジンルームに停電中でクリス違ったの誰ですか？多分停電中に多分俺だと思いますよ、それ。あ、黒川は無理だな、じゃあ。で、その後、え、俺じゃないかな。クローム、僕じゃね？あ、僕はめっちゃいる。該当者が。わかんないけど、俺はとりあえずどういうツールを通ったかっていうと、宿舎前通路脇、エンジンルーム、通信室、武器庫、キッチン、展望デッキで直そうとして、直ったキッチン終わりなんで。あ、じゃあ違う。私、宿舎前通路に下に下ろうとして上がってくる人だから黒川じゃない。あ、じゃあ違うと思う。あ、俺かもしれん。俺、最後、リアクター左やから。ただ、リアクター左のドア閉まってた。もうちょい詰めれそうですね。うん。お願いします。キッチンミーティングか全部間に合え、シュッ、シュッ、白、緑、青、白、緑、青、黒、ナイス、はい、ナイスボタンだ、ナイス、ナイスです、ナイスすぎるな、これタスク終わらんわ、でも今回はワンチャンあるか、ワンチャンある、全然さっきのやつ話しましょう。うん、秋さんはラウンジで会ったっていうのは僕ドアの前にいました。あ、いました、います。あ、了解です。じゃあ秋さんも難しそうかな、多分。よし、で秋さんはそもそもさっきのあれで直してるから。あれ、コミュニケーションボード、コミュニケーションボード、あれ、分かりましたよ、多分最初から会っとったんや。だから開いた瞬間に。ああ、そういうことか。あ、ちなみに、エロちゃんだけ聞いてない今のですか、うん、今のキルが落ちた殺人、うん、そうそうそう。あ、停電中に僕が武器庫ら辺にいて、キッチンから武器庫を抜けるところで、おそらく誰かとすれ違ったと思ってたんですけど、それは多分クロム君だったと思います。俺も多分それだと思う。誰かとはすれ違ったから、佐藤さんとすれ違ったのかなと思ったぐらいで。うん、じゃあ大丈夫、大丈夫。でその後俺はコックピットでマップ見ようと思ったタイミングでボタンになってるって感じかな。じゃあ、え、コックピット最終、コックピット行って出ようとしたかな、分かんない。ああ、じゃあだコックピットに違うぐらいだったのかなっていうぐらいか。あ、なるほど。昨夜さんとプテヤさん、その後の動きは聞いてないかな、脇しか聞いてないかな。アーカイブの相手シャワー室のタスクやってて、その際にちょっとカキさんとすれ違ったので、結構僕は厳しいかなと思うんですけど、カキさんですね。僕、うん、アーカイブで湧いて、シャワー室、メインホール、エンジンルーム、武器庫、で最後にコックピット前です。なるほど。サクヤさんは最初にすれ違ったってこと？カキさんと。いや、カキさんは結構タスクやってる最後にすれ違った。最後ら辺だと思います。うん、ボタンを直前すれ違ってないと思う。トータスメインホール脇、シャワー、メインホール、エンジンルーム、宿舎前通路なんですよ。で、橋さんと会ってないですね。僕もトータスは見てないな。え、でもそれならサクヤさんが貨物室で殺して、シャワー室に弁当で行ったとかありえ、うん、ありますね。それが一番ありえそうですね。うん。よし。限りでは。さすが、カキさん、イェーイ、ガンジあー、もうこれは。ゴー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 、はい、強い、ナイス。さっきも言った通り
多分俺の経路メインホール脇のシャワー、まあ、停電中なんで全く見えてないか見えてないこともないと思うけど、プテハさんに合ってないんで、プテハさんちょっと怪しめに見てますぐらい。あ、私もすれ違ってないんだよね、さっきのさ。まあそれはまあ、うん、怪しく見たなら分かったんだけど、先端以外にオラフ君を見た人はいないの？僕が最初点でシャワーで見てるだけですね。そこからは分かんないです。んーで、貨物室行ってってことか。いや、僕は見てないからさ。脇、まあ、時間とかって、うん、例えば、プテハさんがめっちゃ早かったとか遅かったとか、そういうの。え、僕はね、遅めだった、遅めだった。ありえないの？うん、遅めだった。僕はね、6秒ぐらい待ったから。オラフ君、アーカイブ脇で貨物室、アーカイブで湧いたのが見られたのと、貨物室で見られたって感じですよね。いや、メイン脇の、あれじゃないですか、メイン脇シャワーアーカイブラウンジで、酒屋さんにシャワーで見られ、ラウンジで僕に見られ、で、貨物に行ったんじゃないかな。なるほど。と思います。じゃあ、もうあれかな、シャワー室は入ったけど、その後すぐメインホールに行って、1個タスクをやってたから、その時にオラフ君はどっかに行っちゃったのかもしれないね、その右の方にね。うん。じゃあ、先端ラウンジからどうやってボタンまで、アーカイブ、ラウンジ、トイレタスク、ラウンジ、オラフ君とすれ違う、アーカイブ、昇降機、夏目先生と会う、移動式床を使って左側に行き、移動式床使ってるのか、ボタンです。ありがとうございます。オフィシャルになったんだ、呼び方。いや、ちょっとヌーンとか言っても分かんない人分かんないからヌーンじゃないし伝わりづらいし。でもこれタスクでいけそうだな。ちなみに終わりました。おお、ウトータさん、これもあと1個。プテハシさんがなんか滞ってそうな印象だったけど大丈夫かな。もうミュートしてます彼は。大丈夫かな。ヌーン、モンバーするか。白、紫、黒。よし。あ、カメラで見たいんだよな。カメラ行くか。なさ、カメラ行ってさ、キルする瞬間見ようぜ。ピンク白。ああ、ですよね。まさに自分のスタイルを。あ、リスクでしかないな、カメラ見に行くのは。はしごモンバーしたら、いや、めちゃくちゃ速くしてほしいよね、これね、幽霊の速度。さん死んでる。わあ、すごいとこで死んでる。ヒロちゃんか。あと1キルじゃない？ 1 キルだ。うわ、やばってこれ。はい、見ました。直近でアドミン見てて、セキュリティ1、エレクトリカル2、ラウンジ3、ミーティング1でした。
はい、僕の目の前でポチャさんが僕の目の前でとあのポチャさんが殺しました。小月咲也さんを殺しました。僕はミーティングルームに先に入って右奥のタスクをやってでまああれ死体を発見した方がいいと思ったからボタンを押すよりはね、はい、一回降りようと思ったので、サントさんが僕の方が圧倒的に先にミーティングに出たのを知ってます。そうですね、ちょっと私から説明させてください。はい、今回4キルなのでインポスターがそれぞれ2キルをしています。トータスさんが私と一緒にミーティングのところのはしごを何回も上下下りしていたので、はい、およそ50秒くらいはお互い死にしていた状況が続いていたので2キルができないため、はい、消去法でプテハシさんがインポスターかな。ありがとうございます。あ、じゃあサントスさんトータスさんの二郎なんだなこれ。初手キルどっちだ。トナツメ先生初手キル電気質いいですか。はい、電気質になったんですよね。に、うん、電気質一人自分なんですけど、うん、他にもう一人誰かいますか。だったら死体だと思ってて、うん、自分電気質のタスクやってたんですけど、うん、プテラさんが電気質に来たじゃないですか。一回行ったね。うん、あのタイミングでどっかで殺してた可能性があるかな。だからそこで電気室で殺した後、自分を見てすれ違ってトータスの前で殺したって逃げるっぽいなとは思う。サントスさんはさ、トータスさんは絶対にインポスターじゃないですって言いますか。逃げるはできない。あ、じゃあサントスさんとトータスさんで夏目先生が勘違いかな。僕視点は、僕はトータスさんを見たからトータスさんに入れるね。あ、待って残ってる、待って残ってるメモリボタンがないから一回小国左に全集合しましょう。はい、終わりです。申し訳ない。素晴らしい。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。一気に霊界が賑やかになった。一人だったから寂しかったです。小国左に集合する理由って何ですか。これここが一番の中心だからじゃないですか、このマップの。ああ、一旦ここで集合ってことか。うん、ああ、なるほど。みんなで動くんかな。ああ、そういうこと。なるほど。タスクは終わった。タスク終わりましたか、皆さん。終わりましたよ。はい、霊界の人とも集合。あ、これは左にインポスター顔じゃない人が右に行っちゃうと死ぬタイプのパズルじゃん。うん、なるほど、そういうことか。鳥と袋とワニのやつやん。サントさんとトータスさんが一緒にいるのは強いな、ここ。やばいってなって。これドア閉めしたら何いたん。なんでベッド入ってた。あれなんでベッド入ったの今。もうキルして、もうそうそうそう、夏目先生からキル すれば。あ、でもあれ、あ、サガン、サガン、あ、集合しちゃった3人、集合しちゃった。ダメだもん。これは運が悪かった。いや、これ行動してるからな。あー、夏目が左に、状況分かってない夏目先生が。ダメだ、夏目が左に行っちゃった。あ、でも帰ってきた。えらい。おぶね。あ、よかった。エロちゃんが弁当に入って右に行きました。あ、夏美先生わかんないのか。夏美先生だけ右に行きましたよね。ん？左行ったよ。あ、違う、そう、一番初め、ヌーンで行った先に行ってたやつ。うん、その後、到達さんが一つ、エロちゃんさんが左にいて、二人の目の前で堂々と弁当に入って右に飛んでいったように見えたので、私とトータスさんが急いで走って右ぐるっと回りました。私が先エレクトリカル、エレクトリカル、初号機下にたどり着いた時には夏目先生が生きてたのにあれと思って、アーカイブまで来てたからで、私自身はエロちゃんの言い分を聞きたいかも。初号機の左側に俺とサントスさんとトータスさん3人でいたと思うね。で、あのタイミングだけ停電になったと思うんだけど、残ったのが俺ら3人で、俺は先にエンジンルーム側に向かってたんだけど、ね、停電開けたタイミングでトータスさんが一緒に動いてたのね。
でドアが閉められて俺とトータスさんはメインホールとシャワールームで、分断されました。でトータスさんがシャワールーム、俺がメインホールって感じだったので、俺は昇降機左側戻ろうと思って動いてたら、この通報が入ってるんで危険だと俺は思っています。で弁当には俺は入ってない。ちなみにちなみに、まあ、白装備しちゃってですね、サントスさんがインポスターだった場合プテラさんが確定しているから、うん、てかプテラさん確定しているから、うん、サントスするプテラが身内切りプラス、そう身内切りプラス今セルフリポートする意味ないプラスさっきの4人提案とかもしないあまあっていうトータスさんと白装備しちゃってるからね。エルちゃん的にはどう思った、それは、あの集まる提案とか、あいや白っぽいな、うん、なんでしたのかなと思って、なんでしたの、うん、インポスターでプテラさんとサントスさん2人の相方なのに、うん、アドミンの情報出してプテラさんを釣ってこ、あ、うん、コックピットの情報出してプテラさんを釣ってなんでって聞いても4人固まろうって理論としか返せないよな。なんでだろうと思った。いやわかんない、もう夏目が思う方に入れてくれ、俺はサントスさん以外ありえないと思う。ごめんプテラさんごめん、死体探しも危険だし難しいねこれね。いやまあ結構よかったね。ナイスー、いやーよかったね、いやーナイスー、惜しかったですね。あと1キルか、危なかった。サントスさんとハシゴで遊んでたら4キルだったかな。結局できる、畜生門番してたかエロちゃんが。私視点でトータスさんが生き残ってなかったら5人盤面苦しかったけど、トータスさんが生き残ってくれてたんで詰めやすかったですね。申し訳ない、あと1キロ持っていけなかった、惜しかったですね。もうあのボタン残ってないの分かった瞬間の大胆な弁当入れエグいなそう俺だからもうボタン全部数えてて、あそう、おーすごい。でもだからこそ先に集合の話しといてよかったなって。そうすると普通にあれなかったら勝ってたかもしれないなと思ってる。いやー動画家だわサントスさんこれサントスさん視点動画家だわこれ。おいもうこの感想戦の部分にその話入れてくんのやめてこれサントスさん動画家だなこれ、入れづらい。エンディングの時にピーヨンしたい。なんか意外と死体発見が遅くて遅れてて、ね、ミーティングにみんないたから、あそういうことか、トータスさんとか酒井さんとかが、まあそこで死体発見を遅れたけどトータスさんの2キルできないを拾えたから、うん、まあなんかメリットデメリットある動きでしたね。うん、に発症が上がってよかった。2キルずつじゃなくて僕が3だったから、うん、プテハシさん、あそうなんだ、そう、あっすげえなそれ、やばめっちゃモンバンしてたその死体をあどこの死体アーカイブと電気を守ってたっすね。電気とか診察かな、うん、あ違うセキュリティか、あーじゃあ先端の死体か、初手、うん、初手プテさんの方、あ初手僕です。あ俺最後以外キルしないっすね。え門番キルと何キルですよね。そういや怖いわ、あんなんなったことないもん。タスクはたと何するかちょっと悩みますねここマップね。確かにミーティングあたりにいると強いっちゃ強いけど死体発見できないからボタン消費した後に難しい。ボタン消費してからの怒涛のキルでしたら今のはね、すごい。いや作戦だったんだろうなこういう、全然、うん、全然、あマジオラフ君やってくれたのってそういうことかと思ってた俺。ああ僕ボタン数えたこと時ないから、あそうだ、たまたまです。そしたらじゃごめんなさい、俺があと1キロ持ってってたらって感じだった、ね、いやいやいや申し訳ない。ナイス粘りです。